今まで多くの学生や生徒さんに日本語を教えてきました。そういう夢をお手伝いできる今の仕事は本当にやりがいがあります。ずっと死ぬまで続けたいと思っている仕事です。今まで JLPT N1 に合格した人を本当にたくさん見てきました。N1 に合格して大学や大学院に進学して日本の企業で働いている人もとても多いです。また自分で起業して自分の会社を作って自分のやりたいことを仕事にしている人もいます。そういう夢を助けられるこの仕事を私はとてもやりがいがあると感じています。皆さんこんにちは、あかね的日本語教室のあかねです。私の名前はあかねです。日本人です。私は日本語学校やオンラインで日本語を教えながら YouTube やポッドキャストを配信しています。 YouTube のチャンネル名はあかね的日本語教室で、今50万人以上の登録者がいます。ポッドキャストは日本語の聴解のためのポッドキャストという名前で、今リスナーはだいたい8万人以上います。那首先我用中文讲一下吧。大家好，我是倩，我的中文的名字是倩。我是日本人，我是日本老师，我现在一边在日本语学校和线上教日文，一边做影片。我的现在的 YouTube 的订阅者是破50万了。我在大学学了中文，还有毕业之后断断续续的学习中文。我很喜欢学习中文的人，请多多关照。I'm so nervous. I speak English, but I try it. Hello, everyone. My name is Akane. I'm a Japanese, and I am a Japanese language teacher.At Japanese language school and online. And I have a YouTube channel. Channel name is Akane's Japanese Class. I have over 500,000 subscribers. Actually, 2 years ago, I couldn't speak English very well and I didn't have confidence. But I have been taking English lessons for 3 years. Now my English has improved, maybe. Hi.2つあります。まず1つ目は、外国語を勉強するのが難しいという気持ちが私はよく理解できます。なぜなら、さっきも話したように、私も中国語と英語を勉強しています。外国語を習得するのは本当に難しいし、時間がかかることだと思います。なので、学生や生徒さんを励ましながら一緒に勉強するのが本当に好きです。2つ目は、学習者の母語によって日本語を間違えるポイントが分かります。例えば中国語母語話者の場合、中国語のネイティブスピーカーの場合なんですが、皆さんちょっと一緒に考えてみてください。例えばコンビニ行く時、この3つを使って今文章を作ってみてください。どうやって言いますか？もしかしたら、コンビニに行くの時というふうにのを入れてしまった人がいるかもしれません。正解はコンビニに行く時です。中国語だと我去便利商店的时候というようにでを使いますよね。でを使ったら、すべて日本語ではのを使わなきゃいけないと思ってしまう人がいます。なので、行くの時のように名詞の前にのがあって、のの前に動詞がある時にものを入れてしまうことがあるので、そういうミスは多分、あ、中国語のネイティブスピーカーの方はこういうミスをしやすいかなというのは事前に分かります。あと、受け身と私益ですね。例えば、母は私を怒った、これを受け身にしてみてください。皆さんすぐできますか？私も中国語を勉強して気づいたんですが、中国語を話すときはあまり受け身や私益を使いませんよね。なので、母は私を怒った、これを受け身にしてくださいと言ったときに、すぐに受け身にできない人がいます。答えは、私は母に怒られたです。このときに、私は母ににをちゃんと使えるかと、怒られるだけは怒られた
なのですぐに受け身に変えられるかどうかというのがポイントになります。でもさっきも言ったように中国語のネイティブスピーカーの人は中国語で受け身や刺激を使わないことが多いのですぐに日本語の受け身にすることが難しいという人がいます。次は英語のネイティブスピーカーなんですけれども、これは私が実際に英語を勉強していて気づいたことなんですが、英語には単数形と複数形がありますよね。例えばリンゴ、アップルだったら1つのリンゴなのか2つのリンゴなのか、それによって文章が違いますよね。An apple なのか apples s がつくのか。日本語ではこういうふうにいくつなのかというのが重要じゃない時が多いんですね。なので英語から日本語にするときに複数なのか単数なのかを意識しすぎて少し間違えてしまうというパターンもあります。あとはやっぱり英語ネイティブスピーカーの人は漢字が大変ですよね。日本語の漢字は読み方もたくさんありますし、漢字を見て意味が想像できないという人が多いと思うので、やっぱり漢字を勉強するのがすごく大変だと思います。あとは日本語では主語を言わないことが多いです。例えば昨日リンゴ食べた、昨日リンゴ食べた、誰がってなりませんか。これは話してる人が昨日リンゴを食べたと言っているので、英語にすると私はという英語が来ますよね。日本語のネイティブスピーカーはよく主語を使わないので、英語のネイティブスピーカーの人はこの内容が誰の話なのかちょっと分かりにくい時があると思います。私は中国語と英語を勉強しているので、中国語や英語のネイティブスピーカーの人が日本語を話す時にどんな間違いをするのか想像しながら教えることができるので、今語学を勉強していて本当に良かったと思っています。実は私は日本語の先生になる前は一般企業で働いていました。語学に関する仕事をしたかったからです。前の仕事は私は秘書をしていました。あまり中国語や英語を使う仕事ではありませんでした。なので次に転職するなら絶対に語学と関係がある仕事をしたいと思いました。やっぱり語学を身につけて話せるようになるというのはすごく楽しいことですし、それが仕事にも使えるというのは自分の人生が豊かになる気がします。なので語学に関する仕事をしたいと思いました。実は日本語教師という仕事は知りませんでした。転職をするときにどんな仕事が自分に合うのか、どんなことをやりたいのかと考えているときに、偶然日本語教師、日本語を教えるという仕事を見つけました。私はその時は日本語学校で働く資格がありませんでした。なので何年も働いた会社を辞めて大学院に進学して日本語教育を勉強しました。2016年に日本語教育能力検定試験という試験を受けて合格したので、次の年2017年にはもう日本語学校で働いていました。本当に日本語学校で教えるのは私にとって楽しいですし、とてもやりがいがある仕事だと思っています。今まで多くの学生や生徒さんに日本語を教えてきました。日本で働きたいとか日本で留学したいという夢が皆さんたくさんあって、そういう夢をお手伝いできる今の仕事は私にとって本当にやりがいがあります。ずっと死ぬまで続けたいと思っている仕事です。今まで JLPT N1 に合格した人を本当にたくさん見てきました。 N1 に合格して大学や大学院に進学して日本の企業で働いている人もとても多いです。また自分で起業して自分の会社を作って自分のやりたいことを仕事にしている人もいます。そういう夢を助けられるこの仕事を私はとてもやりがいがあると感じています。2021年に出会ったオンラインの生徒さんについてちょっと皆さんにお話ししたいと思います。その方は50代の方で、もう3年くらい私の会話レッスンを受けてくれている生徒さんです。最初に出会った時に2つの悩みをその生徒さんは私に話してくれました。1つ目は文法はわかる、でも会話でうまく文法を使うことができないという悩みでした。2つ目は覚えてもすぐに忘れてしまうという悩みでした。この2つはよくある悩みだと思います。文法の意味が分かっていても、例えばその文法に名詞が来るのか
動詞が来るのかを理解してないと使えませんよね。そして年齢を気にしてなかなか一歩が踏み出せないという人もいると思います。そのオンラインの生徒さんは本当に日本語が好きで、もうずっと日本語を勉強していて、日本語は私の趣味ですと言っています。3年間勉強していますが、その生徒さん今どうなっていると思いますか？最初は自信がなかったと思うんですけど、本当に今ペラペラです。すごく流暢に話すことができます。その人は日本旅行も好きで、自分が学んだ日本語を使って現地で日本語のネイティブスピーカーと話すことが本当に楽しいと言っています。外国語を勉強することってすごくいい趣味だと思います。どこにいてもできますよね。家でもいいし、学校でもいいし、電車の中で、スマホで勉強することもできます。そして年齢は関係ありません。何歳からでもやろうと思えばできるのが語学だと思っています。今その生徒さんには夢があります。皆さん想像できますか？その生徒さんは日本に留学したいという夢があります。日本語を勉強することで人生が本当に豊かになったとその生徒さんは教えてくれました。いくつになっても夢があるって素敵ですよね。そして夢があると大変なことも頑張れると思います。私はそういう生徒さんに出会うことができて本当に幸せだなと思いました。はい、3つあると思います。一つ目は読解の文章が長くなります。読解の文章が長くなるので、わからない単語や文法をこれなんだろうとずっと考えていて時間が足りなくなってしまうと思います。二つ目は聴解の内容も長くなってスピードも速くなります。聴解も読解と同じように聞いて、あれこの単語なんだろうと考えているうちにどんどん話が進んでいってしまうので、一番最後に大事なところがあるのに最後までちゃんと聞くことができなくて答えがわからないっていうパターンも多いと思います。3つ目は文法が難しくなります。実は私が日本語教師になったばかりの時に N1 の文法の教科書テキストを見て本当にびっくりしました。え、この文法を勉強するの？ってどうしてそう思ったのかというと、 N1 の文法は友達と会話で使うような文法は N1 にはあまりありません。どちらかというとビジネス文書やニュースや論文などでよく使われる文法なんです。なので皆さんがそういったちょっと硬い文法を勉強するというのはすごく難しいことだと思います。でも私はもう7年以上日本語を教えていて、どのように勉強すれば文法を覚えられるのかちょっとポイントがあります。そのポイントを知っています。まず皆さんこういう悩みはありませんか？単語は自分で勉強できるけど文法は自分で勉強するのが難しい。これは本当にいろんな日本語学習者の方から質問される、言われることなんです。私の N1 に合格する秘訣は文法だと思っています。皆さん文法ってどうやって勉強してますか？意味だけ覚えていますか？文法は意味だけじゃなくて使い方も一緒に覚える必要があります。例えばその文法の前が名詞なのか動詞なのかとか、どんな時に使うのか、いい時にも使えるのか悪い時にも使えるのかなど、その使い方を知らないと文法が分かったとは言えないと思います。 JLPT を受けたことがある人なら私が言ってることが分かりますよね。なぜなら JLPT の N1 の問題で文法があると思うんですけれども、それって意味を答える質問ってありますか？多分違いますよね。意味というよりは例えば並べ替える問題とか、そういう時にじゃあその文法の前に何が来るんだろうっていうのがわからないと問題は解けませんよね。そして文法はさっきも言った通り、文法は意味だけ覚えてもダメなのでやっぱり勉強するのが難しいという人が多いと思います。私は文法を覚える時の5ステップというものを作りました。今日はちょっと時間がないので一つだけ皆さんにシェアしたいと思います。それは解くです。解くって何ですかね。はい、問題を解くなんですけど、皆さん普段どうやって問題を解いていますか？テストの時じゃなくて普段勉強している時にどうやって解いていますか？
この解くのポイントは時間を決めて解くです。多分本番の試験の時に時間がなくて答えられなかったという人がたくさんいると思います。普段自分で勉強する時もじゃあ5問あったら3分で問題を解こうというふうに決めて解くと本番でも時間を意識しなきゃという習慣が生まれると思うのでおすすめです。ぜひやってみてください。はい、今一つだけシェアしました。じゃあ残りの4つは実は今度セミナーを行います。そこでもっと詳しく説明したいと思います。5つのステップで N1 文法を完全マスターというウェビナーを行います。興味がある人は下の情報をぜひご覧ください。本当にたくさんのことを話したいと思っているんですが、まずは私の日本語教育の旅、どうして日本語教師になったのか、どうやって日本語教師になったのかを皆さんにシェアしたいと思っています。あとはなぜ N1 を受験した方がいいのか、どうして N1 は覚えにくいのか、皆さんはどうやって勉強してますか？私から勉強方法のアドバイスをしたいと思っています。あとはさっき話した5ステップですね、文法が覚えやすくなる5つのステップを皆さんにこのウェビナーでシェアしたいと思っています。この講座では私は全て日本語で話します。皆さんが日本語を聞くことで日本語の聴解の練習にもなると思います。私は7年以上日本語学校で教えていますが、日本語学校で教える時も全て日本語を使って説明しています。なので日本留学に興味がある人にとってちょっと留学体験のような形でこのウェビナーに参加できると思います。ぜひこのウェビナーに興味がある人は下の情報を見てください。このウェビナーは皆さんにとって必ず役に立つと思っています。私は皆さんとなかなか直接会うことができないので、この機会で皆さんと会えることを本当に楽しみにしています。一緒に N1 の文法を勉強しましょう。お待ちしてます。